テレビは出ない発言の令和ロマンがラビットには出る理由 M 一王者の令和ロマンが30日テレビ朝日系しくじり先生俺みたいになるなに出演テレビは出ない発言をしながらも TBS 系ラビットにはレギュラー出演している理由を説明した令和ロマンはテレビ出演を断っている発言が物議を醸し世間を騒がせたがそう発言した理由をまずは説明高平車は この発言は、テレビに出ないっていうのも、ノンスタ石田さんの YouTube でお酒を飲みながらお笑いを熱く語るみたいなので、最後の方で石田さんが、テレビとか選んでるのって言ってきて、それで、基本的には出ないようにしてますねって。8割ぐらいは石田さんが言わせた、と苦しい説明。これが広まり、若手にもかかわらず、テレビはオワコンだと思っている生意気芸人のイメージがついてしまったという。だが実際にこれまでの M1 王者たちと比べ、 テレビの露出は少ないため、テレビに出ない三つの理由を挙げた。一つは、そもそもテレビに向いてない、二つは、ショーレースとテレビは違う、三つは、今は YouTube や劇場や配信で食べていくという道もある、という周りの声を取り入れて、テレビに出なかったら叩かれた、と言い、売れるために効率的な動きをしていると、昭和のテレビマンに生意気だと言われる、と嘆いた。ただ、そんな令和ロマンに対し、ラビットには出るんかい、という声があるのも事実。 令和ロマンは TBS 系ラビットではレギュラーも務めているが松井煙はラビットに出る理由があると切り出した令和ロマンはテレビに出る基準は役に立てるか立てないかだと言いい役に立てない番組は申し訳ないから行かないテレビを諦めた身としてはオファーをもらったなら役に立ちたいと言いいラビットはこの基準を満たしているようだ逆に役に立てない番組はドッキリ系だと言いい二人ともリアクションが薄いと説明 これに先輩の平成のぶしこぶし吉村隆は、でも出てほしい。ここで滑って、恥かいて、もう一個伸ばしてほしいと、もっとテレビに出てほしいと訴えていた。